だから、江戸城がそこに立ってて、はいどうぞ江戸城じゃなくて、いっぱいディフェンスシステムがあるのね。あなたも自分をそうやって守るのよ。そうやって守らないといけないの。行動力が高い人は、こういう怠けが来ても、ディフェンス、ね、ディフェンスシステムが入ってんのよ。怠けが入れないようにしてるわけよ。 Yo, what's up everybody? Thank you so much for checking out this video. I'm shooting it in Santa Fe, New Mexico. ね、Santa Fe, New Mexico からね、このビデオを撮影させて、日本のみんな、世界のみんなに届けているんだけど、今日はね、行動力を高くするため。でた、行動力が高い人っているじゃん。で、どうやってこうやってキープできるのって。で、この人たちが知っている秘密。ね、これは、怠けから自分を守る。 ね、車の方式っていうのがあるんだよね。車っていうのは、お城のね、ディフェンスシステム、プレミターみたいなのがあって、ね、これを、この方式を理解して、実際に今日からもうすっげえ簡単なのよ。もう、この、もう怠けている人は、このビデオめっちゃいいよ。もう怠けながら行動力上げることができる。え、こんなことできるんですか、クリスできるんや。よかったね、このビデオとは出会って。 ね、でどういうことかっていうとね。We have to defend ourselves from ake,、right? 怠け、right? まけって lazy って言うんだよね。英語で。Lazy.Laziness、ね。怠けっていうのは、実は僕たちは守らないといけないことなんだよね。だから、一つ大切になるのは行動力を上げていく、ね。これはでっかいゴールを、ね、決めたりとか、もうちょっと後で話すんだけど、決断。何をやめるのかっていうのを決めたり、決断ね。ね。とかいろいろあるんだけど、 ね、動くっていうのが1つ,、ね、つのアスペクトでもう1つのアスペクトこの反対側は実は自分を守守らないといけないいいとけののね,ね守るのよね自分が勝手に自然に怠けちゃうような場所とかこととか、ね、でこれについて話していきたいんだけどその前にねちょっとみんなに説明したいことがあるんですよ。 例えばさ、今、ね、仕事に行ってで、仕事の時間なんかさ、特にランチの後ラーメンとかさ、ランチで食べると、なんかずっと仕事か戻ってきたらネットサーフィンとかやって、ね、気づいたらもう時、ね、3時とか4時になって、やっべー仕事全然終わってないじゃんって思って、で特に今、ホームワークとか、ズームを使ってね、仕事を家からやっている人たちも、ね、共感、つかめると思うんだけど、このフィーリングは。なんかその、フェイスブックとか、ソーシャルメディアとか、なんかね、そういうネットサーフィンとかやって、ね、仕事の時間をこ 効率に使えてないもっと仕事の効率を高めてもっと作業にフォーカスしたいんだけどすっごいそれが難しいまたはさなんか寝る前に、ね、なんか携帯開いちゃって YouTube ネットフリ Hulu とかネットのゲームとかソーシャルメディアとかやってああって気づいたらもう本当にねなんか12時とか朝1時になっちゃってで睡眠が寝れないね、もっとこれをカチッって直したいんだけどすっごい難しいとか、ね、または PS4 とかゲームとかやっててさスマホもそうなんだけど。 ね、で自分がやりたかったこと自分がやらないといけなかったこと例えば片付けとかねあの買い物に行くとか何か行きたかったチビ旅行とか公園で遊ぶとかね美術館に行くとかおいしいところに行っておいしいパンケーキを食べるとかそういうのができなかったで私はダメなんだって罪悪感を感じている人いないかなね実はねもうこのビデオを見るとそのようなやつをすっぱらっ 蹴っ飛ばすことができるんだよで,でもでもよでもよこれを知らないといけないのこうなっちゃうのは自然なことなのねっていうことはこれはあなたのせいじゃないんですよ、ね、あなたがこういう目標があってそういうのがパチパチコツコツ進めないって行動力を高いのがキープできないっていうのはあなたのせいじゃないんですよなんやねんどういうことかっていうとまずポイント1ポイント1はこれなのよ人間は 自然に楽なことを選ぶのねもう一回言うぜこれ大切だから人間っていうものはね生き物は楽なものを自然に選ぶわけよだから例えばアイスクリームが出てきてね,ねお姉さん、ね、お兄さんこのアイス食べないでねってでこの部屋にいて、ね、僕と一緒にこの部屋にいてここに座ってでもここにおいめちゃくちゃ美味しいなんかアイスとケーキ出すからでも食べちゃダメだよって言ったらはあって言って絶対人間は自然にそれを食べちゃうわけよ ね、スマホとか、ね、映画とか美味しいビールとかがあって、ね、お兄さんお疲れ様お姉さんお疲れ様はいどうぞキンキン冷えてるビールだよってスマホでちょっとフェイスブックやって休んで YouTube 見て休んでって言ったらはいって人はやっちゃうわけよ本当なんですかって本当にそうなんですよ、ね、これは Decision Making Immediate Gratification っていうところに関係ある脳の力で,でさらにポイント2は 人がストレスを感じていること、人間がストレスを感じていたり、ね、疲れていたり、ね、例えば、ね、奥さんと喧嘩する、旦那さんと喧嘩する、子供と喧嘩する、ね、上司から怒られた仕事でトラブルがあって、お金の問題がある、金銭的な問題があるとか、ね、なんかマジすっごい、ね、ストレスを感じているとか、ね、仕事が終わって疲れてきて、もう今言う、だらだらってなったら、こういう時こそ、ね、 楽でね、アイスどうぞって言ったらそれを断る力が低くなるのね。これ大切だからもう一回説明するね。ね。例えばね、今日朝起きて、 ね、お兄さん、お姉さん、今日のあなたの仕事は、9時から10時の間、僕がアイスとケーキをあなたに出すから、それを断ってください。それだけですって言って、で、あなたはなんか運動とかもやって、ヘルシーなもの食べてて、集中力アップして、自分のピークフォーカスゾーンにいて、よっしゃ、今日の仕事はこれを断ることだけだってなったら、はい、どうぞって来て、よっしゃって言って、そのアイスとケーキを断ることができるわけよ。うーんって1時間は。ね、でも、 ね、普通の仕事に行って通勤が大変で、なんか仕事でトラブルがあって怒られて家に帰ってと、ね、家の家族系のトラブルがあって人間関係が大変で本当に喧嘩になっちゃってもうプンプンしてて、で、その後に、はい、ケーキ断ってって言ったらもう知らねえって言ってケーキ食べちゃうわけよ。 ねその時にスマホ見てって見ないなよって言ってもスマホ見ちゃうわけよで。そうやって疲れている時に断る力っていうのがね、低くなるのね。それだけじゃないんだよ。なんと、ポイント3っていうのがあって、ポイント3はこれ人間の脳っていうのは全部習慣にしちゃうのね。 マジ。ね。自分たちの、僕たちの脳っていうのは、判断するのにエネルギーがかかるから、できるだけエネルギーコストをセーブするために、すべてを習慣にするわけよ。ね。例えば、マニュアルの運転免許取った人、わかるよね。最初、マニュアルの車の運転するとき、なんやねん。パーキングをドライブに入れて、今度、左手クラッチ振って、え、車が動くぞ。え、だから、このパーキングブレーキをホールドしながら、左手で、で、今度、右手で、これ、ホイールを見て、右、左、後ろチェック。で、これをガス踏みながら、えー ファーストキアに行ったらんやねんみたいな。でもこれ3年経ったらそんなのね。ねえ、なんか片手でできるじゃん。ね携帯で話しながらマニュアルの運転でできるじゃん。ねえ、今高速を毎日運転してるトラックのお兄さん。あなたよ、あなたは素晴らしい技術を持ってるぜ。ね。 ね。だから、最初はめちゃくちゃ難しい。ね。それには脳がいっぱいエネルギーをかけないといけないんだけど、それを習慣にしていって、実際に脳の中には太い線が、ね、生まれてきて高速道路みたいになっちゃうわけよ。本当に。そのね、同じことをしゅあの繰り返していると。だから、一回怠けるやん。一回、ね、クリスの部屋に来てケーキ食べちゃうじゃん。一回家疲れた、ね、お家に帰ってきて疲れたって言ってね、ね、ちょっとスマホ見ながらアイス食べちゃうじゃん。 次の日もそれやりやすいわけよ。で、これが1週間続くと、2週間目もそれ続けやすくなっちゃって、それが2週間続くともう習慣とかになり始めて、脳の中に実際に線がね、のね、電気の線みたいなのが本当に作られちゃうわけよ。で、今度これを変えようよってなったら抵抗感、resistance 脳の中でエピネフリンっていうストレスホルモンが流れてくるんだよね。アドレナリンが脳の中で流れるとエピネフリンって呼ばれてるんだけどね。ね。Alright。だから、 いいっぱいこれ人間人間っていうのは大変なんですよ人間で行くのはでこうやって怠けちゃうっていうのはあなたのせいじゃないのよでこれから説明していく車の方式っていうねディフェンスシステムっていうのを学んでいくとこれめっちゃくちゃ楽にかなりのレベルがね自分の行動力が高くなるのねじゃあね どうすればいいのかっていうことなんだけど、さっきもちょっと初めで言ったんだけど、ね、行動力が高い人っていうのは、この二つの作業を大きく、大きく分けると、ね、プラスとマイナス、男性、女性みたいな感じでね、ね、なんかそういう、なんかね、ポジティブ、ネガティブみたいな感じの作業をやっているんだよね。で、行動力を高めるには、 ね、いろんなハードルが高いことをやらないといけないわけよ。例えば、ね、自分の目的を明確にする。これは時間がかかるんだよね。本当にこの年末年始とか、えっ、ー、と、スプリングタイム、ゴールデンウィークの時とかに、ね、3日間のね、ゴール設定の講座とかやって、そのぐらいの時間を、ね、3日ぐらいの時間をコミットして、本当に自分は何を望んでいるんだ。もういい加減にやめたいことを決めるとか。で、そうやって自分のね、目的をマストに変えるのね。このような現現実 になったらいいよねっていうレベルからこれを現実にしないと俺はの人生はやばいぞってこれをねやりたいことからやらないといけないことに変えないといけないわけよでこれはすっごいハードルが高くて時間がかかってで結構コミットが必要なことなのねでさらに何をやらないといけないかっていうと今度ねデサイド っ、ね、ってていいううのののは決断っていうのをやるのねでこれは普通のこれをこれに向かって決めていきますっていう決断じゃなくてね言霊ってあるじゃん日本語の魂の言葉の魂決める断することを決める手放すことをやめることを決めないといけないわけよ。ね、でこれもそう ハードルが高くて本当にこの暑いなんかコーチングの場所の、ね、クラスとかセミナーとかでよっしゃみたいな感じでなんか部活みたいな感じでよっしゃって言ったら結構あの、ね、やりやすいんだけど正直言ってこれを、ね、YouTube のビデオで僕があなたにそのレベルの、ね、ファイアーパッションを持ち上げてよっしゃって言ったらちょっとそれは現実的にあの無理だと思うのね。だから今日紹介したいのは すっごい最強のツールなのよ。ね。車の方式っていうのがあるのよ。車の方式。で、これはめっちゃ怠けながらできるのよ。逆にこれ怠けてやるとすっごい効果が出るのね。ね。で、何をやるかっていうと、車っていうのはどういうことかっていうと、it's a defense system, right? なんかキャッスル、お城を建てるときに、例えば東京、東京やな、江戸城。 江戸城を見ると、いろんな水路橋とか、いっぱいなんか橋があるじゃん、日本橋とか。あれは車なんだよね。あれはディフェンスシステムなんだよね。だからね、東京、江戸時代の時に東京を取ろう、江戸を取ろうとしたら、ね。 ね、まず、そういう、なんか、水の橋みたいなところを渡って、そこがアタックポイントになるから、そこでディフェンス、最初のレアのディフェンスが入ってで、次もっと近くなって、次もっと近くなって、次もっと近くなってって言って、最後に江戸城のなんか、一番上のところを通りに行くすっごいめちゃくちゃ大変なのよ。だから、江戸城がそこに立ってて、はいどうぞ江戸城じゃなくて、いっぱいディフェンスシステムがあるのね。あなたも自分をそうやって守るのよ。そうやって守らないといけないの。行動力が高い人は、こういう怠けが来ても、ディフェンス、 ディ、ね、フェンスシステムが入ってるのよ、怠けが入れないようにしてるわけよ。ね、で特に、これね、スピリチュアルな人はよく聞いていただきたいんですよ、スピリチュアルな人は。ね、本当に、ね。スピリチュアルな人はすっごいなんか、ね、ピュアだから、ね、怠けが来てもディフェンスシステムとか入れないんだよね。 怠けが来ても、うん、私は自分の力で、ねね、怠けを断りますみたいな感じになるわけよ。で、怠けを断るっていうのは、すっごいハードルが高い、めちゃくちゃ人間としては、すっごい難しいことなのね。で、スピリチュアルな人は、人間をから逃げるんじゃなくて、人間として最高な人間になってくるのが、本当のスピリチュアルの意味だと思うんやな、僕は。ね、もう一回言うね。だから、この、 スピリチャルな人は、この世から逃げるみたいな感じで、この世を最強にしていって、で、あなたスピリチュアルになったったら、あっちに行く前にこの世をもっと良くしてバイバイしてこうぜっていうことなのよ。っていうことは、うちらは人間のやり方、普通の人間のやり方っていうのを尊敬してリスペクトしてやっていかないといけないわけよ。僕たち人間で生まれたのよ。ね。だから、ね、雨降ってたら、 ね、雨降ってて、雨がなんか自分の、ね、部屋に入ってきて窓が開いてるから、ね、こうやって大丈夫、ね、私は守られてますみたいな、そういうやり方もいいよ、別にやりたかったら、でも、もっと正しくて、もっとすっげえ効率が高いのは、窓閉めることなのよ。窓閉めたら雨入ってこないやろ。ね、そういう感じで僕たちは防衛システムをいっぱい世の中にセットアップするから、ね、ネガティブなこと、怠けとかが僕たちの行動を邪魔することができない。 ってなると僕たちはもっとこの限られているエネルギーで効率が高いことこの世をもっと平和にする幸せにする自分の仕事の効率を上げて自分を幸せにするとか周りを幸せにするとかピース世界を幸せにするとかそういうことにエネルギーをフォーカスできるわけよだから怠けが来たらね自分のドア開いてはい怠けどうぞ入ってきてくださいみたいな感じじゃなくてドア閉めちゃうわけよねこれが正解なんやな僕は本当に思うのよ、OK、じゃあこの車の車 ってなんやねんっていうことなので、ちょっと簡単に説明したいなって思っております。簡単に説明すると、オッケー。簡単に説明すると、ね、やりたいことをもっとやりやすく、もっと自分の近くに置いておくこと。 で、やりたくないこと、自分が避けたいことをもっと遠い場所に置いとくっていうことがメインのコンセプトなのね。で、どういうことかっていうと、例えば、えっ、ー、と、今スマホどっかにないな。うん、正解。OK。じゃあ、いつもスマホでなんか、あの、ゲームやっちゃう人。ね、家帰ったらゲームやっちゃう人。OK。家帰る前に、スマホの電源を切って、ね、自分の玄関の ね、靴のところまたガラージとかに置いとくわけよガラージある人はね,ねまた車の中とかでもいいわけよで何が起こるかっていうと、ね、夜9時とか10時になってちょっとスマホ見ようってなるとスマホがないわけよ、ね、でその時どうするかって言ったらやべえ車の中にあるからまたガラージ行って外出て、ね、車持ってくるかって車の中入ってスマホ持ってくるかってめっちゃめんどくさいじゃん、ね、でもあなたが もっとやりたいこと。例えば、瞑想とか、ジャーナリングとか、本を読むとか、ね、ストレッチするとか、ね。そういうのを、リビングルームの目の前のカに用意しておくわけよ。ジャーナルとか本とか、ね、瞑想の座布団みたいなやつを。ね。で、そうすると、あなたは楽を選ぶ人でしょ人間でしょだから何を選ぶかっていうと、目の前にある本を読んだり、ね、ストレッチしたり、瞑想したり、ジャーナリングをやるわけなんですよ、自然に。 ね、なぜかっていうと、そっちの方が楽で、ね、なんかガラージュの中に戻って、車の中に入って、ね、携帯を、ね、取り戻すっていうのはめんどくさいわけよ。ねね、だから、ね、例えば、いつも家帰ってテレビつけちゃうんだったら、マジテレビ,をテレビのリモートをどっか外に置いといて、でテレビを外しとくと、全部外すわけよ。ね、あのパワーととかか後ろとかも で本読む、もっと本読みたいとか、ジャーナルやりたいんだったら、机の上にね、リビングのところにジャーナルを置いていって、っどっちやるって、いや、このテレビ、またコンセントを入れて、全部つけ直して、でなんかリモートもどっかどっかに置いといて、バッテリーもねえし、バッテリーを今度、キッチンの中に持ってきて、それを入れると、めんどくさいじゃんって。 ね。じゃあ本読もうってなるわけよ。だからなんか自分がギターを学びたいとかピアノを学びたいんだったら、そういうのをもっと楽にできるようにして、自分がいつもやっちゃう、やりたくないことをもっと遠い場所に置いとくっていうことなのね。本当になんかリモ,リモート玄関の靴の横に入れるとか、ね、バッテリーはなんか自分のなんか、ね、なんかトイレのなんかどっかのところに隠すとか、ね、一応できるんだけど、あ,あの、めんどくさいっていうことなのね。ね。 ね、だからどういうことかっていうと、例えば、いつも夜アイス食べちゃうんだったら、ね、本当に、ね、もう家にアイスを置いとかない。ね、なんかいつも夜、焼酎1本とか,なんかあるじゃん、美味しいビールとかビールじゃない、ね、なんか日本で美味しいのいっぱいあるじゃん。ねね、でそういうのをいつもなんか飲んじゃうんだったら、ね、そういうのを家に置いとかないわけよ。 だから夜11時とかになってもう一本飲もうかな、アイスちょっと食べようかな、お菓子食べようかなってなったら自分のキッチンにそういうのがないだからどうするのって言ったらコンビニに自分で買わないといけない。買いに行かないといけない。それめんどくさいじゃん。ね。そういうことなんだよね。だからちょっとマーク・ザッカーバーグとかね、スティーブ・ジャーブスがいつも同じ洋服を着るってね、クローゼットを開いたら同じ T シャツしかないとか。そういうことでね、その自分のエネルギーを守るっていうか、そこにフォーカスを使わない自分の洋服に。 ね、同じような感じで、ね、そのなんか自分の、ね、エネルギーがそこでなんか集中怠けに入っちゃうようなことに自分のエネルギーを当てないために守るっていうイメージなんだよねだからこれを実際に僕と今これからステップ3つのステップを紹介するのでこれをビデオを止めながら、まあ、止めなくてもいいんだけどリアルに本当に。 あの、今度、なんかトイレいる時とか、寝る前とか、なんか通勤中とかに、この3つのステップを考えるだけで、かなり自分の行動力が上がるのね。で、最初のステップは、自分の人生で、一番あなたに、怠けのダメージを与えていることを考えるのね。ネガティブなあダメージを与えていること。例えば、PS4 とか、ね、なんかドラクエとか、なんかいろいろ、モンスターチャンタラハンタラーとかあるやろで。そういうのやりすぎですとか、ゲームやりすぎですとか。 ね、じゃあ、そういう場合は、ね、そのプレイステーションを、ね、全部外して、ね、終わったら、遊ぶの終わったら、で、どっかペットの下とか,なんかクローゼットの奥とかバラバラにして隠しとくわけよ、ねね。またはパソコンでいつもゲームやっちゃうんだったら、もうパソコンでゲームをアンインストールするのね。だから今度ゲームやろうってなったら、これをインストールする前に30、ね、なんか100ギガダウンロードしないといけないから30分かかるとか。 ね。で、そうすると、そのゲームをやるのがめちゃくちゃめんどくさくなるわけよ。だから、自分の人生の中で、何があなたに一番怠け、どこの怠けのドアみたいなのがあったら、そこ閉めるべきなところ、どこから名前が、怠けが来てるね。例えば、スマホかもしれないよね。ね。例えば、僕の場合は、ね、個人的には、なんか仕事やっているときに、なんか僕、スマホ見ちゃうのよ。マジ。 ね、だからもうスマホを消して車の中に置いておくのね。ねでその例えば1時間に1回とかスマホに行って僕のもう1回つけてなんか必要なメッセージとかあるんだったらそれだけ確認してまた消してでここに戻ってくるとか。 ね。あとは僕は Call of Duty Warzone っていうね、ゲームを、この熱いパソコンのゲームを弟と金曜日の夜とかにやるわけよね。ね。弟はブルックリンにいて僕、サンタフェニューメキシコにいるんやけど、ここでやるわけよ。で、このゲームがインストールされてると僕は昼の休みとかにちょっとつけちゃうわけよ。ね。だから何をやるかっていうと、もう弟と遊ぶのが終わったら消しちゃうわけよ、ゲームを。で、弟と遊ぶ前の1時間前にもう一回インストールするわけよね。ね。だから、 マジたまには僕本当にね、仕事の Wi-Fi を外そうかみたいな、そう思う時もあるのね。仕事の Wi-Fi がなかったら、ディストラクションがないから、もっと自分が集中して、やりたいやるべ、やるべきことにフォーカスすることができるっていうことなんだよね。ね、なので、まずナンバーワンのステップは、何が自分の人生にそういう怠けのダメージを与えているのかっていうのを考えて、で、ステップ2は、それをどかすっていうことなんだよね。いろんなやり方を紹介しました。ね、スマホとか。 ね、だから本当に、ね、いつもネットフリ見ちゃうんだったらもうネットフリの口座を消すとキャンセルしてで必要な見たい時だけなんかその番組を買うとかそういうのをお勧めしている人もいるよねでまたは本当に、ね、自分の家の、ね、w i f i にコンセントにパワーのさコントロール電気コントロールするやつ電気何時から何時は電気ついてますみたいなのあるじゃんそれをつけちゃってもう夜11時になったら w i f i が切れると。 ね、でもちろん、ね、ポコポコポコって歩いて、ね、自分でつけるとこ、必要だったらつけることもできるんだけど、ね、または自分のいつも YouTube 見ちゃうんだったら、ね、YouTube、特に iPhone だったらスクリーンタイムっていうファンクションがあるから、ね、15分見たら YouTube にプーって出てきて、今15分見てますよっていうシステム、なんかパーンって出てくるわけよね。本当に続けてみるとか、1分だけ見るとか。 ね、そうやって、そういう、じゃ、この一番最初のね、車じゃなくて、二個目の車みたいな感じで、徐々徐々近寄っていくんだけど、そうやって自分を守っていくのね。なので、 ね、本当に自分がなんか仕事の効率もっと上げたいんだよ。いつもネットサーフィンしちゃうんだよ。家帰ったらね、本当に朝1時までなんかネットフリー見ちゃうのよとか、ね、週末ダラダラしていつもゲームやってお酒飲みすぎとか、ね、お酒の飲みすぎだったら家にお酒を置いとかないとか、ね、夜いつもアイス食べちゃうんだったら、アイスを夜置いとかないとか、ね、もう捨てるとか。だからアイス夜食べ,たくなっ食べたくなったらコンビニ行って買って戻ってくるわけよ。それめんどくさいじゃん。 ね。めんどくさくして、自分がもっとこれやった方がいいよねっていうのを楽にするのね。ね。これは、車の、車の方式って僕は呼んでいます。ね。ね。本当に行動力を上げていくっていうのは、自分のゴールセッティング、ビジョンを見つける。 ね、そのやりたいことをマストに変えるとかね、本当に決断、何をやめるのかっていうのを放棄になるとかで、あと10分の法則っていうビデオも、これリンクつけとくから、これ見てください。これを このビデオを見るとね、なぜ自分がやらないといけないことをやろうとすると抵抗感が出るのは、これは脳科学的にエピネフリンが流れているから、2分経つとそのエピネフリンの、まあ、90秒とか2分って言われてるんだけど、そのエピネフリンの流れが終わるのね。だから抵抗感っていうのは2分で終わるから、なんかやらないといけないなーっていうことに覚悟しとく。抵抗感来るぞってなったあ、ね、れ。で、来てるんだけど、やっちゃうわけよ。 ね。で、それを30日とかね、40日とか続けていくと、今度何が起こるかっていうと、この抵抗感が来ても僕はプロジェクトを取り組むことができるっていう新しい習慣が作れる。 ね。で、次は、自信がつくから、ね、自分のセルフイメージが変わって、前はこういうのできないよね、僕できない人だっていうのが、実際にこれをやるとできるような人に変わってくるから、自分がもっとできるんだっていう風になるわけよ。これすっごい大切だから、ぜひ10分の法則は見ていただければと思います。で、今度おすすめしたいのは、ウィークリープラニングとウィークリーレビューっていうプロセスも入ってくるんだよね。で、どういうことかっていうと、毎週うまくいったことを考えるわけよ。 で、今度、チャレンジがあったことを考えてで、そのチャレンジから学べることを考えるのね。普通の人は、なんかネガティブな音が起こると、やばいぞってなって、問題から逃げるとか、ね、自分を責めたりとか、罪悪感を感じたりするんだけど、ね、そういう視点じゃなくて、問題が起こった時に、よし、この問題から何を学べるんだって。ね、分かる問題は必ず、ね、あなたを成長してくれるっていう宇宙の法則があるのね。 ね、問題は必ずあなたを成長してくれるエネルギーの原力なんだよね。原元なんだよよね必ずそうなんですよ、ね、本当にだからあなたがこの問題と向かっていくとあなた自体が成長するから逃げなくてもいいっていう困難。 ね、でこのウィークリーのレビューとウィークリーのプラン、じゃあ次の週どうやってこの問題に向かっていくのか、自分のトップ3、週のトップ3だけをマストにして、もうその本当にそのトップ3だけが終わっていたらいい週になるみたいな、その3つのゴールを決めるんだよね。で、これは、えー、と僕のオンラインサロンの、あのまあ、無料で、ね、試せるんだよね、期間限定で無料で試せるんだけど、その中に、えー、とおそらく2021年の3月と2021年の4月でやって、 その月のテーマレッスンっていうのがあるんでね、各1時間ぐらいのレッスンなんだけど、ね、このウィークリーのプランニングとウィークリーレビューっていうのはおそらく1時間40分かな、うん、そのぐらいにかかったんだけど、ぜひこれをお勧めしています。で、これあの本当に無料で学べるので、ぜひこっちにリンクを置いておきますので、僕の,あのフライトプログラム、ね、自分の目標に向かって飛んでいくっていうイメージで、ね、本当にこういうなんか自分の、ね、やっぱ人間としてその脳の仕組みを学ぶとか、人間としてどうやってもっとハイパフォーマンス わかるあなたがハイパフォーマンスになったらもっとあなたのに夢が叶うし行動力が上がるしあなただけがベネフェットするんじゃなくて周りの人にも影響を出していくからですあなたをピークにしていくあなたを、ね、このピークパフォーマンス行動力を上げる本当の自分の本音で生きていけるようになるっていうのはすっごいこの今の時代の課題ねすごい大切なことなのよでこういうスキルを身につけると好きなことを仕事にすることができる。 ね、世の中のためになるような。 人に変わっていけることが間違いないと思うから、ぜひこれ無料であの見れるから、1週間無料で見れるので,、ねであの、ぜひチェックアウトしていただければと思います。いや、このビデオさ、ちょっと役に立ったぜって思ったら、ぜひ、LIKE ボタンを押してください、ね。で、なんかコメントとかでフィードバックとかもあの、ね、もらえれば、僕読んでいますので、本当に嬉しいです。Alright, guys, 初めての人はね、ぜひチャンネル登録、チャンネル登録お願いしますよ。本当に。毎週 サザエさんの時間にこういうビデオをアップしてるので本当にねあの一緒にお互いね毎週毎週こうやって自分の人生のレベルをアップしていこうぜ Alright you guys Thank you so much for checking out this video And I'll see you next week Thanks, bye bye